Because whatever lies at the end of this road will change humanity forever. はい、皆さん、IGN JAPAN のダニエルと、野口です。本日の、Xbox and Bethesda Showcase 2022年、はい、イベントに来てますが、はい、スターフィールドの情報よりたくさん出ましたので、はい、スターフィールドについていろいろ感想を語りたいと思っております、うん、よろしくお願いします。お願いします。はい、今回ですね、まあ、結構でも本当に豊富にボリュームは多かったので、何分ぐらい、どこから喋ればいいのか分からないというのがあるんですけど、シューターパートもあるし、 RPG パートもあるし、はい、探索パートもあるし、はい、あとカスタマイズ要素もいろいろあるので、はい、それぞれ順次に話したいと思いますので、ね、はい、どこから行こうか。じゃあシューターから行きます。シューターから、はい、結構今回 の、 そのゲームプレイ紹介もシューターから始まったんですけど、思ったより凝ってるよね、シューティングの部分は。そうですね、結構ホールアウトとかから引き継がれてる部分はあると思うんですけども、まあ、ちゃんとした FPS として楽しめそうな手触りにはなってそうだなと思いましたし、武器も結構馴染みのあるね、サブマシンガンみたいなものから、あとショットガン的なものまでいろいろ豊富に揃えられてるみたいで、その辺はなんか堅実、なんかなんていうか、これまで通り楽しめそうだなっていう体験が待ってそうでした。はい、うんうんうん、というかその、まあ、視点も切り替えることができるようなんで、今回その、一人称と三人称のそのフテージ、その両方あったんですけど、はい、まあ、シューターとしてこういわゆる凝ったこう FPS とかでもないし、まあ、まさにこうフォールアウトとか、あとちょっとサイバーパンクとか似てるようなイメージで言うと、そのまあ、いろいろ探索しながらシューティングっていうのもあるので、どのようなそのシステムあるかどのぐらい の、 その触り心地の良さとかあるのか、ちょっと気になるところあるんですけど、結構でも今回がっつりいろんな種類の武器もあるようなんで、はい、出ましたね。はい、面白いそうかなと感じました。意外とアクションが強いっていうか、なんか宇宙服着てたじゃないですか、はい、ですごいなんかジェットパック使ったのか分かんないですけど、高くジャンプして、はい、結構向こうの崖までヒューって飛んでいくようなシーンもあったりっていうところでは、そういったアクション面もちょっと今までよりはいろんなところ行きやすくなったのかなっていうのは感じましたね。はい、はい、ということで次はじゃあ探索の話です、はいはい、今回も宇宙を探索するゲームって生まれますので、まあ、探索は非常に大事な部分だと思うんですけど、はい、どこまで実際にこうできるのか結構今回いろいろはっきりされましたよね、はい、惑星閃光もあります。閃光だよ、100じゃない、閃光、ね、はいはいはい、どこでも自由に行ける、しかもその惑星の中でその探索もありながら宇宙に実際に飛んで、ね、そう、宇宙空間にね飛べるっていうっていうのもありますので、はい、結構まあ、エクスプロレーションの多い作品になるかなと感じます。 その辺について どうでした？あ、いや、まあ、想像以上でした。もちろん1000個なんていう規模は到底想像してなかったので、はい、そんな物量で来るとは驚きでしたし、宇宙空間に出れるっていうのは、まあ、なんだか出れそうだなと思ってたんですけど、しっかりその宇宙空間内でドッグファイトがあったりとか、あと惑星じゃなくてコロニー、まあ、多分宇宙基地がたくさんあるようだったので、多分そこもそこでまた探索、多分ダンジョンのような形で探索できるのか、まあ、誰か人が住んでたりとか、はい、まあ、そういった多分インタラクトがあると思うので、そういった意味ではその惑星だけじゃなくて、はい、でコロニーとか含めると多分千何個みたいな、そうですね、千個超えそうな勢いだったので、はい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 、楽しみですね、うん、やばいですね、うん、まあ、あとはそうですね、その各惑星にもそのまあ、当然そのなんていうこう、まあ、ビジュアルスタイルは違かったりするんですけど、あ、その、はいはい、出てくる生き物とかも違うし、うん、そうですね、かわいい、今回の、映像ですと、こうなんかクリートでしたっけという惑星にまだたどり着いて、宇宙船から出て、うんうんうん、なんかこうクリーチャーがプレイヤーに近く来て、近寄ってきましたね。でそのプレイヤーがとりあえず銃を用意したんですけど、実際に攻撃されなかったので、まあいいやって感じだったんですね、うんうんうん、でその辺その各惑星で何が待ってるのか、ね、どのようなクリーチャーなのか、そのクリーチャーたちはフレンドリーなのか、うんうんうん、そうじゃないのか、そうじゃないのもいい、はい、そうですけど、なんかいろんな環境が待ってそうですよね。そうですね、いろんなバイオームというか、大型のクリーチャーも出てきましたし、映像では、はい、うん、そしていろんな、まあ、ファクションもありますし、まあ、コンステレーションというグループですね、うんうんうん、コンステレーションは、まあ、宇宙を
いろいろ旅していろいろあの調査して、探索して何があるのか把握したいっていう、はい、あの目的のある科学的なグループと、そして、まあ、海賊的なグループも、クリムゾンフリートというキャラクターたちも、はい、あの今回のディズニーで行って、まあ、一応今回ですとこう彼らと戦ったりしてる場面もあったんですけど、おそらく仲良くすることもできるようなんで、多分海賊になれるってわけですよ、そうですね、プレイヤーが、はいはい、うん、なので、まあ、その辺も本当にこういろんな体験が待ってるようには、そうですね、今回結構はっきり見せてくれたかなと。いや本当になんかこれまでもね、ブゼスタのゲームだといろんな派閥に入ってっていうゲームがありましたけど、今回そこもっとよりフレキシブルで、多分海賊になりながらも調査隊に入るみたいな、なんか同時にいろんな派閥に入れそうで、そういった意味ではあのいろんなとこ入っていろんなロールプレイ楽しみたいですね、うん、はい、そうですね。あとその今回見せてくれた惑星とかの中で、まあ、いろんな場面があって、こうとにかく寂しい惑星もありながら、あのすごくこう元気な街とか、はいはい、あのね、スペースポートみたいな、あの場面もあったんですけど、まあ、その辺も、楽しみですね。その中 ですね、その、まあ、さっきあの野口さんもちょっとあの触れてたんですけど、その RPG ライクの要素も結構あるので、はい、次は RPG の部分について話しましょう。あ、はいはいはい、あの今回の映像を見てどう感じました？こう RPG 的な要素で言うと。あ、もちろんいろんなロール、さっき言ったそのいろんな派閥の部分もそうですけど、あのスキルツリーとかも出てきましたし、あとは NPC との会話とか、まあ、その辺は多分これまで以上に選択肢は豊富になってそうだなとは感じましたね、そこはなんかある意味もう信頼しているので、ベゼスダをその部分に関しては何も心配してないですね、はい、そうですね、はい、わかりました。じゃあ最後にですね、最後にって言っても結構これもボリュームあったんですけど、はいはい、カスタマイズ要素、いや半端なくないですか？あ、キャラクタークリエイト、まず、はい、キャラクターのキャラクタークリエイトも、そしてさらに、宇宙船も自由に作れるという話なの で、ね、はい、ちょっとそれぞれなんですけど、まず、キャラクタークリエイトの方なんですけど、はい、かなりいじられるところ多いですよね。多いです、はい、めちゃくちゃあります。もう顔とか体型とか歩き方とか、かなりクラブさんが喜んでたんですね。そうそう、クラブさんが絶賛してた部分とか、はい、かなり細かいですね。これまで以上に、これまでも結構細かかったんですけど、本当にそこも力入れてきてますね。あとバックボーンもたくさん選べたのでそうなんですか。あのサイバーパンクも確か3つバックボーンあったじゃないですか、作るときに。多分もうか10個ぐらいあったから、もうどれから始めればいいか、もう考えるだけ多分2時間3時間かかってそうですね、プレイ始めるまで、はい、やばいですね、あの自分の宇宙船も作れるのは相当、そうですね、あれもめちゃくちゃ嬉しい、やばいですよね。あれはね、はい、本当予想外でした。あの、はい、各宇宙船の、そのなんていう、外の見た目もそうなんですけど、実際の、まあ、その中の、ね、はい、インテリアもそうですし、しかも実際にあのなんていう、こうどういうふうにあの飛ぶのかというか、その実際その、ね、物理的なところまで、はいはいはい、あの対応されているようで、でいろんなパーツを、まあ、どう手に入れるかちょっとまだ分からないですけど、はいはい、そうですね、あの好きな、形のシップ、小さなものから超でかいものまで、いろんなモジュールをつけてこう作ることができる、はいはいはい、これはもう自分のなんかこう宇宙船フリートを作るのを相当楽しみの部分ですね。そうですね、これはもういろんなの作ってシェアしたいですよね、友達とかに。こんなの作ったよみたいな、はい、で多分いろんな多分オマージュというか、多分スターウォーズの何かを真似で作る人も出てくるでしょうし、はいはいはい、そういった意味でも人の見るのも非常に楽しみですね、はい、ミレニウムファルコンとかも作ってみよう、ね、はい、作ってみたいですね、はい、丸いのできるのか、はい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 、しかも、宇宙のシーンでもですね、あの、視点の切り替えもできるようなんで、あ、はい、あのコックピットのからのビューとその、外からの、はいはい、なので自分が作ってきたシップ、あの、たっぷり見るチャンスありそうですし、そうですね、中のそのインテリアも、あ、いじれそう、そう、確かに、いじれるようにあの、あの言ってましたので、はい、あの、まあ、色合いとかデザインとかわからないんですけど、はい、自分のこう言いたい空間を作って、はい、あのプレイできるのはちょっと、まあ、多分あの本当に仕事を辞めないと、できないですか？十分プレイできないかもしれないので、でも僕、車持ってないんですけど、はい、なんかマイカー持ってる人って自分の車がなんか自分専用の空間になるって言うじゃないですか、はい、そういった意味では僕はこの作品でそれを作れるなと思うと楽しみです。はい、
はいはい、他にあのスターフィールドについて野口さん言い残したものとか他に気になったところってありますでしょうか。そうですね、まあ、でも一つだけありました、うん、今回あのスターフィールドあのいろんな惑星があってで各惑星多分全部の惑星できるのかな、なんか自分だけのステーションを作れるっていう部分だったと思うんですけど、もう完全に忘れてしまいました。宇宙基地というかね、はい、でそこで作って多分いろんなクラフトとかできるようになったりとか、まあ、もしかしたら NPC を呼んで来ることもできそうだなっていう雰囲気はあったので、プレイしながら雇用する、うん、NPC キャラクターたちを、うん、自分の作った、基地に、働いてもらうことができると今回 の, あの発表にありましたので、はい、まあ、それはちょっとマザーベースみたいな感じじゃないですか。いや、はい、本当になんかフォールアウト4でもそういったあのシステムあったんですけど、なんかより拡張されたような感じが受けられて、まあ、しっかりそういった部分も継承して進化させてるんだなっていうのは強く感じました。はい、はい、私からは、うん、最後に言ったのは本当にビジュアル半端ないです、このゲーム。そうだ、ビジュアルすごかった。ビジュアルデザインもそうですし、はい、その質っていうか、はい、あのすごくこう場合によっても本当にこう完全にこれは自社じゃねえかと思うところもあったんですよ。あのしかもあんだけこのそのなんていうカスタマイズ要素とかある中でもあんだけ綺麗にあの表現してるのは、そうですね、ちょっとこれはすごいなと思いましたね。いや確かに、はい、テスダのゲームってあんまりグラフィックがすごいみたいなところは正直あんまなくて、まあ、中程度というかあれだったんですけども、今回はもうガラッと本当に、次世代機の品質というかまでクオリティを上げてきていて、あの僕もまず最初に驚いたのはグラフィックでした。あのずっとトレーラーとかは綺麗だったなと思うんですけど、まあ、インゲームはここまでいかないだろうってずっと思ってたので、でも実際見てみたらそんなに遜色なくて、はい、あのトレーラーのイメージトレーラーに近いような雰囲気で作られていたので、あとはフェイシャルのモーションとかすごかったですか。あ、そうですね、人の顔の表情とか、はい、いや本当にその辺も驚きましたし、はいはい、没入感がより増してそうです、はい、しかもあのグラフィックで1000個以上の惑星の規模っていうとんでもないスケールの話なのでいやー、そうですね、はい、まあ、はい、本当にあのその通りね、うん、なるかどうか、気になりますし、そうですね、まだ、ないとね、発売までに、はい、まあ、アーリー2023ということですので、はい、まだ、ね、具体的な、うん、あの発売日もわからないんですけど、うん、2023年の、はい、前半というか、うん、早い段階だと思いますので、うん、あともうちょっとだけ待てば、はい、あの内容わかるかなと思いますので、はいはい、楽しみにしております。楽しみです、はい、はい、ということで、スターフィールドの感想をお届けしました。皆さんありがとうございます。チャンネルの登録もぜひよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。